え、社長、どうしてここに？お見合い当日、指定された一流ホテルへ向かった俺は目を丸くした。カフェに着くと、うちの社長がいつものかっちりしたスーツ姿から一転、女性らしいワンピースを着て、そこにいたのだ。お見合い相手の方と二人でって聞いてましたけど、社長が同席して紹介してくださるなんて思ってもみませんでした。驚く俺とは対照的に社長は落ち着き払った様子だった。私が紹介するんじゃないわよ。え、じゃあどういう？困惑する俺に社長はにっこりと笑ってこう告げた。私がそのお見合い相手だっていうの。その言葉に俺は思わず赤面してしまい。俺の名前は木田智彦、30歳、独身。輸入家具を取り扱う会社に勤めている。それでは今日のミーティングを終わります。今週もみんなよろしくお願いしますね。会議室の一番前でそう言ってにっこり笑ったのは相沢美晴社長だ。俺と年は2つしか違わないが、若くして会社を切り盛りしているやり手の女社長である。才色兼備とはまさに相沢社長のような人を指すのだと思う。美人でスタイルも良く、その上仕事もできる。かといっておごり高ぶるわけでもなく、従業員をとても大切にしてくれているのが本当にありがたい。俺の憧れの存在だ。そんな俺も過去には彼女がいたこともあるが、あいにく仕事もプライベートライフもうまく両立させられるほど器用ではない。ねえ、仕事仕事って言うけど、仕事と私どっちが大事なわけ？そんなんだったら仕事と結婚すればいいじゃない。最後に付き合った彼女からはそう言われ、こっぴどく振られてしまった。仕事が忙しすぎてなかなか構ってあげられなかった俺が悪いとは思う。でも残業続きでフラフラのところ、帰ってくるなり電話や LINE 攻めだ。どうしてもっと会えないのとか、どうしてそっちから電話くれないのなんて責められたら、愚痴の一つも言いたくなるってもんだろ。彼女が最後に吐き捨てた言葉が今でも胸に突き刺さっている。あんたなんか一生結婚できないんだからね。一人寂しく暗い人生を送ればいいんだわ。その頃から俺は女性を幸せになんてできないんじゃないか、なんて不安に思うようになった。少しいいな、なんて思う女性がいても、また同じような結末を迎えてしまうのでは、そう思い臆病になってしまうのだ。その不安をかき消すように、俺は仕事に没頭した。女性を幸せにできなくても、仕事を頑張って会社の業績に貢献することはできる。プライベートが全く充実していなくても、仕事で努力を重ねて生きているという実感を持ちたかったのもある。だが何よりも社長の力になりたいという気持ちが強かったのだ。そんなある日、同僚から信じがたい話が飛び出した。相沢社長、イケメンの彼氏がいるらしいぜ。美男美女のカップルってわけ。なんてことない噂話だったが、俺は思わず呆然としてしまう。まるで何か硬いもので頭を殴られたような気がした。社長は雲の上の存在だ。だからこそ自分ではただ憧れているだけだと思っているだけ。恋愛感情を抱くなんて恐れ多いって思っていたはずなのに。タイミング悪くそんな話を聞いたすぐ後に、相沢社長から呼び出しを受けた。社長室に一人で呼ばれるなんてそうそうないことだし、
何かヘマでもやったかな。そう思いながらドキドキしていた。ノックをして社長室に入ると、相沢社長は、悪いわね、急に呼び出して、とにっこり。俺を席に座らせてから、こう切り出したのだ。実は、お見合いをお願いできないかと思ってね。お見合いですか？驚いた俺が聞き返すと、社長は、そう、お見合い、とうなずく。そして、事情を説明してくれたのだ。私の友人から、誠実な男性を紹介してほしいって頼み込まれて、断りきれなかったのよ。うちの社員はみんないい人ばかりだけど、その中でも木田くんはまさに誠実って感じで、それにとっても魅力的だしね。そのキラキラと輝く笑顔を見つめながら、俺の胸は痛むばかり。胸に秘めていた恋心は自分でも自覚しないうちにここまで大きくなっていたのだ。俺が戸惑っているのを見て、相沢社長は少し困った顔になった。やっぱりダメかな。急にこんなこと頼まれても迷惑だよね。社長にそんな表情をさせたくない一心で、俺は、わかりました、とうなずいた。どこか焼け気味っていうのはもちろんあったと思う。憧れっていうか、完全に恋している社長を悲しませないために他の女性とのお見合いを受けるなんて、自分でもどうかしてるって思っていた。そして気乗りしないまま迎えたお見合い当日、相手の人に失礼ではない程度に身なりを整えて指定された一流ホテルへ向かった。それからホテル内のカフェに着くなり、俺は目を丸くした。え、社長、どうしてここに？なんと、相沢社長がいつものかっちりしたスーツ姿から一転、女性らしいワンピースを着てそこにいたのだ。お見合い相手の方と二人でって聞いてましたけど、社長が同席して紹介してくださるなんて思ってもみませんでした。驚く俺とは対照的に、社長は落ち着き払った様子だった。私が紹介するんじゃないわよ。え、じゃあどういう？困惑する俺に、社長はにっこりと笑って、こう告げた。私がそのお見合い相手だっていうの。その言葉に、俺は思わず赤面し、そして困惑した。とりあえず座って。言われるがまま、社長の正面に腰を下ろした。相沢社長の友人とのお見合いのはずなのに、どうして？目の前にいる社長は髪をきれいにセットし、メイクもいつもより手が込んでいる感じがする。あまりの美しさに直視するのがはばかられるようなオーラをまとっているようにも見えた。あの、社長には彼氏がいらっしゃるって聞いたんですけど、それもすごいイケメンの。恐る恐る、そう尋ねると、え、誰がそんなこと言ってたわけ？すごい勢いで否定した。その時、柱の陰から知らぬ男の鋭い視線を感じ、思わず俺はぎょっとしてしまう。社長、あそこにいる男性は知ってる方ですか？気づかないふりをして。そう言って目くばせした社長に小さくうなずいて、俺は言う通りに知らぬ顔でコーヒーを注文した。さて、何を話しましょうか？少しぎこちなく笑った相沢社長は、今までで一番美しく見えた気がする。このお見合いが冗談ではないってことを、俺はその時点でようやく理解していた。じゃあ、
今のこの状況について教えていただけませんか。小声でそうお願いすると、そうね、木田君には知る権利があるわね、とうなずく。そして事情を語り始めたのだ。まず、私に彼氏なんて本当にいないの。実は、高校時代の同級生につきまとわれて困っているのよ。そいつの名前は、真中圭一。確かにイケメンで高収入だが、プライドが高く、まるで王様気取りだ。高校時代は気の弱いクラスメートを脅して何人も従わせていたという。あ、みはる、相変わらず美人だな、お前。しかも今社長やってんだって。同窓会で再会した際、他の同級生から相沢社長の近況を聞き、目をつけられてしまったそうだ。二次会が終わってからもしつこく、二人で飲み直そうと慣れ慣れしく肩を組んだりしてきて、断るのが大変だったみたいだ。社長にイケメンの彼氏がいるという噂は、誰かがその場面を目撃してきっと勘違いしたのだろう。お見合いがうまくいったように見せかけたいの。お願いだから少し寄り添った感じでうちまで送ってもらえないかしら。憧れの存在である相沢社長にそんな風にお願いされて、俺はどぎまぎしてしまう。だが断る理由なんてない。ホテルを出た俺たちはにこやかに会話をしながら社長の自宅へと向かった。帽子とマスクで変装しているつもりらしい真中は、少し距離を保ちつつ俺たちの後をつけている。昼間だし人通りも多く、まさか変な真似はしないだろうと鷹をくくっていた。しかし高架下の日陰に入った瞬間、俺の見張りに手を出すんじゃねえよ、怒号が聞こえたかと思うと、いきなり奴が襲いかかってきたのだ。俺は手を広げて立ちはだかり、社長に逃げてくださいと告げた。面と向かった真中はどこか弱々しく、簡単に取り押さえられそうな気がする。だが俺の誤算だったのは、すぐ脇に階段があったことだ。揉み合った瞬間、勢い余って俺は階段の方へ。そして足を滑らせて階段から転がり落ちてしまったのだ。頭を打ち、意識が混濁とする中、脳内には元カノに吐かれた呪いの言葉がぐるぐるしていた。あんたなんか一生結婚できないんだからね。一人寂しく暗い人生を送ればいいんだわ。どのくらい気を失っていたのだろうか。俺が目を覚ますと、そこは病院で、隣には相沢社長が心配そうに俺を覗き込んでいる。気がついたのね、本当によかった。そう言って泣きながら抱きついてきた社長。ちょうど看護師さんが通りかかって、俺の状態について教えてくれた。階段を勢いよく転げ落ちたって聞いたけど、頭には異常なかったし、骨折がなかったのも不幸中の幸いね。ただ、気を失っていたこともあり、今日は念のため入院しなければいけないようだ。私のせいで変なことに巻き込んじゃって、それで危険な目に遭わせてしまって、本当にごめんなさい。相沢社長はそう言って、俺に何度も頭を下げてくれた。いや、それよりも社長が無事で本当に良かったです。あの時、社長は救急車を呼び、警察にも通報した。階段を転げ落ちた俺に、なおもつかみかかろうとする真中に、警察がすぐ駆けつけるわよ。そう告げたところ、奴はさっさと逃げたようだ。ところが、数時間後に、暴行をしましたと警察に出頭したのは、なんと背格好が似た別人、相沢社長や真中の同級生であった小玉翔太という男だった。気が弱く、いつも真中の使いっ走りをさせられていたそう。その小玉は
弁護士を通じて俺に連絡をしてきたのだ。示談金をお支払いして、なんとか穏便に解決できないかとおっしゃっていますが、いかがでしょうか。それを聞いた社長は憤慨した。私があいつを見間違えると思う？あれは間違いなく真中だったし、小玉くんじゃなかった。相沢社長曰く、クラスのボスで気の弱い小玉をいつも従わせていたことから、大人になった今でも同じようなことをしているのでは、ということだ。社長が、はっきり本当のことを言いなさいよ、と連絡をしても、やつは完全にしらばっくれているようだ。はあ、見間違いじゃねえか。俺はそんなところに行ったことがない。それとも、間違いなく俺だったって証拠でもあんのかよ。そう言って電話を切ったそうだ。真中の狡猾さに憤った相沢社長と俺は最終手段として小玉への面会を申し入れた。弁護士も立ち会いのもと面会が許可された俺たち。当の本人は憔悴しきっている。この度はご迷惑をおかけして。そう言って深々と頭を下げた児玉に社長は必死に掛け合った。ねえ、あいつに何か弱みでも握られているんじゃないの？本当のことを教えてちょうだい。児玉は困惑しきった顔で相沢社長を見るばかりだが、そこに俺も畳みかける。真相を教えてくれたら示談金なんていらないし、もちろんあなたのことを訴えることもありません。あいつからあなたのことを守りますから。説得の甲斐があって、児玉はおずおずと真中に強要されたことを打ち明けてくれた。実は以前酔いつぶされた時に恥ずかしい動画を撮られてしまって、身代わりにならないとそれを拡散する、そう脅されてたんです。むせび泣いた児玉は、真中から命令を受けた内容の LINE を警察に提出した。そこには、俺の代わりに出頭しろという言葉と、事件が起きた場所や時間が詳しく書かれていた。書かれていた内容は、真犯人である真中でなければ知り得ないことばかり。児玉をよりもっともらしく犯人に仕立て上げるためのものだろうが、これが奴の命取りになるなんて、その時は思ってもみなかっただろう。こうして真中は警察に逮捕されることになり、児玉の動画流出もなんとか防がれたのだ。その後の捜査で同じ手口で何人も自分に従わせていたことが発覚。悪質な犯行が問題視され、真中は刑務所行きとなった。事件が一件落着した後、俺はどうしても聞きたかったことを相沢社長に尋ねることにした。それにしても、どうしてお見合いの相手に俺を選んだんですか？友人に紹介するっておっしゃって。真中につきまとわれないようにするだけなら、別に俺じゃなくて他の男でもよかったはず。それにわざわざ友人に頼まれて、なんて言う必要もないし。すると社長は綺麗な目を細めて俺を睨んだ。ねえ、それ本当に女性の口から言わせる気？君ってもしかして女心が。相沢社長がそこまで言ったところで、俺は慌てて割って入った。すみません、今の質問は聞かなかったことにしてください。お願いします。俺の焦りぶりを見て、ふっと笑った社長。ねえ、この前のお見合いは成功ってことでいいわよね。俺も額の汗を拭いて、はい、ありがとうございます、と即答した。数年の歳月を経て、元カノの呪縛がようやく解けたことを、俺は実感している。相沢社長、もとい、三春さんと俺は、それから付き合うことになり、結婚も見据えて
順調に交際を続けている。これからも俺は彼女のパートナーとして、公私ともに支えていきたい。それが俺を採用してくれて、お見合い相手としても選んでくれた美晴さんへの恩返しだと思っているから。今日の部長会議で君の解雇が議題に上がった。木下部長が下びた笑みを浮かべ、俺を見下す。議題に上げたのも間違いなく彼だろう。取締役たちからも同意を得ている。もう俺の首は決定事項というわけか。不思議と悔しさも怒りも湧かなかった。ただ彼女を守りきれないことだけが心残りだ。しかしここから驚きの逆転劇が始まるのだった。俺は水野純、25歳。新卒でインテリア会社に入社し、営業部に配属された。だが、半年経った今でも成績はパッとしない。理由は俺自身も把握していた。俺は不愛想で口数も少なく、まるで営業には向いていないのだ。同期が売り上げを伸ばす中で、内心では悔しい思いをしていたが、感情を表に出すことが苦手だった。だから誰一人として俺が悔しがっていることなど気づきもしなかったのだ。ところが。大丈夫だよ。それだけ悔しいと思ってるならきっと成長できるから。俺に向かって彼女はいきなりそう言ったのだ。ショートカットの髪を揺らし、優しい目で俺の顔を覗き込む。彼女は課長の山本理香。人が困っているのを放っておけず、いつも手を差し伸べている女性だった。私が力になれることがあったらいつでも言ってね。まるで自分の心を見透かされたようで驚いた。しかし俺は不愛想に加えて意地っ張りだ。結果が出ないのは自分のせいです。努力がまだ足りないだけですから。水野くんは真面目だね。課長はにっこりと笑って去っていった。だが、俺の意地っ張りな部分も見透かしていたようで、それからというもの、時間さえあれば俺にいろいろなことを教えてくれた。営業のノウハウ、インテリアの知識。不愛想でも真摯に対応すればお客さんには必ず伝わるから大丈夫よ。課長に言われると本当にそんな気がした。仕事の合間の雑談はいつもインテリアの話。課長はその話題になるといつも生き生きしていた。その姿に影響された俺も本格的にインテリアの世界にのめり込み始める。夢中になればなるほど顧客に語る言葉が自然に増え、山本課長の言う通り俺の気持ちが相手にも伝わり始めた。そして入社してからずっと落ちこぼれと冷たい目で見られていたが、いつしかその視線も消えてなくなった。これもすべて課長のおかげです。何言ってるの？水野くんの努力の賜物でしょ？そう言って課長は微笑みかけてくる。俺はこの一瞬で彼女に心を奪われてしまった。それから3年、俺は相変わらず課長に片思いしていた。手のかかる社員だったことが功を奏し、上司と部下としては仲がいい方だと思う。しかし、それはあくまで仕事上の話だ。プライベートでは全く関わりがない。俺たちの話の 90% 以上がインテリアの話。しかも新商品が可愛いなどと言って盛り上がる課長の話を聞くばかり。どうやら俺は聞き上手だと自画自賛して自分を慰めていた。山本課長は美人だし落ち着きのある優しい雰囲気を持っている。男女問わず面倒見がよく職場の人気者だ。それなのに浮いた話は一つもない。噂では社外にハイスペックな彼氏がいるという話だが、
それも本当かどうかはわからなかった。多くの男性が知りたがっていたことだが、内容がセンシティブなだけに、誰も事実を確かめることはできずにいる。ただ、一人を除いては。ねえ、リカちゃんって彼氏いるの？空気も読まずに、そう尋ねたのは、木下部長だった。ニヤニヤと下心丸出しの笑いで彼女を問い詰める。彼氏なんていませんよ。今は仕事が楽しいので。本当かね。課長は笑ってその場をやり過ごしたが、明らかに困り顔だった。木下部長はいつもこうだ。自分の思うがままにやりたい放題。それができるのは彼が市長の息子だからである。我が社の社長が市長と懇意にしていることもあって、コネで入社したらしい。父親の権力を傘に着て、社内を我が物顔で割烹していた。部長は以前から課長のことを気に入っていたが、最近は特にその傾向が激しい。こんなに美人なのに彼氏がいないなんてもったいないな。彼氏がいないなら休みの日は暇でしょ？俺と一緒に。お話し中すみません。課長に急ぎ確認したいことがありまして、よろしいですか？俺は二人の間にわざと割って入る。課長があんなに迷惑そうな顔をしているのに、部長は気づかないのだろうか。あるいは気づかないふりをしているのか。俺は部長が彼女に近づくたびに、わざと休養を作って課長に話しかけるようになった。またお前か。部長は俺を睨みつける。お前こそという言葉をかろうじて飲み込み、俺は部長に会釈だけして課長に仕事の話を向ける。彼女が優しいのをいいことに、部長は毎日のように近づいてくるのだ。そして、俺が邪魔すると、これ見よがしに舌打ちをして去っていく。いつも助けてくれてありがとう。課長は微笑みながら小声で言った。本当に彼女は心の機微がわかる人だ。この笑顔のためなら、部長の嫌味などいくらでも耐えられる。しかし、そんなことを繰り返していると、部長はついに実力行使に出た。出張ですか？そう、部長直々のご指名なの。山本課長が気まずそうに俺に伝えてくる。俺はしがない会社員だ。上司の命令にはよほどのことがない限り逆らえない。わかりました。気をつけてくださいね。課長は俺を安心させるためか、ぎこちない笑顔を見せる。私なら大丈夫よ。気をつけるのはあなたの方でしょ？遠方への出張なんだから、何かあったらすぐに連絡するのよ。俺は後ろ髪を引かれる思いで出張に。3日後、出張は滞りなく終わり、俺は帰路を急いだ。会社に戻ると、課長はこの3日間で驚くほど疲れ果てていた。何があったんですか？聞けば、部長は日に何度も彼女に近づき、耳を塞ぎたくなるような卑猥な発言を繰り返したという。しかも、他の女性社員も被害に遭っているというのだ。それなのに、報復を恐れて誰も部長には逆らえない。俺の中で、ふつふつと、怒りが湧き上がっていた。今思えば愚かなことをしたと思う。この時、俺は怒りに任せて部長に抗議してしまったのだ。しかし、彼は知らぬ存ぜぬの一点張り。証拠を持たない俺の追及を部長はのらりくらりとかわし続け、結局話にならなかった。すると、翌日から俺は窮地に立たされることになる。誰も俺に話しかけてこない。そして、誰も仕事を回してこなくなったのだ。担当していた顧客は同僚が引き継ぐことになり、俺の手元には何も残っていない。事情を察している課長だけが細かな事務仕事を任せてくれたが、俺は一日のほとんどをぼんやりと過ごすことになった。そんな俺を部長は楽しそうに見下している。しかも、
それだけでは終わらなかった。仕事を干されて一週間もしないうちに、俺は部長から呼び出された。今日の会議で君の解雇が議題に上がった。議題に上げたのは間違いなく木下部長だろう。取締役たちからも同意を得ている。もう俺の首は決定事項だということか。不思議と悔しさも怒りもなかった。どういう理由であれ、今の俺が仕事をしていないのは事実。上役たちも看過できないのだろう。市長からの訓戒もあれ、そう簡単に再就職先は見つからないと思うぞ。そう言って、部長は高い声で笑い続けた。その後の展開は驚くほど早く、一週間もせずに俺に解雇が通告された。私のせいだよね。山本課長は目に涙をためて俺に頭を下げた。違いますよ。自分が勝手にやったことです。それに後悔はしていません。ただ一つだけ心残りなのは、もう二度と課長とは会えないだろうということだ。俺、課長のことずっと応援してますから、必ず夢を叶えてくださいね。実は仕事を通して課長は俺だけに自分の夢を語ってくれていた。できれば課長のそばで力になりたかったが仕方がない。仕事だけじゃなくて困ったことがあったらいつでも呼んでください。すぐに駆けつけますから。課長は涙をこらえるのに一生懸命で。俺は彼女に一礼するとそのままデスクを片付け始めた。どうせもう俺の仕事はない。退職日までは有給を消化するつもりだ。お世話になりました。就業時間になると俺は形ばかりの挨拶をして会社を後にする。待って、水野くん。エントランスを足早に歩いていると、突然課長に呼び止められた。あなたをクビになんてさせないわ。彼女のこれほど強い瞳は初めて見た。私が必ず何とかするから。課長はそう断言すると、社内に戻っていった。月末の退職日、手続きのためだけに会社を訪れると、そこは騒然とした雰囲気に包まれていた。人事課に顔を出すと、木下部長がスマホを片手に叫んでいる。どういうことだよ、親父。なんで俺がクビなんだ。電話の相手は部長の父親、つまりは市長のようだ。市長は電話の向こうで彼を説得しているようだったが、混乱に陥っている部長は、とにかく首を取り消せとわめくばかり。やがて電話は一方的に切れた。すると今度は人事課の社員に向かって部長は怒りをぶつけ始める。おい、今すぐ俺の首を取り消せ。俺の言うことが聞けないならお前らも全員首にするぞ。俺は市長の息子なんだからな。しかし部長の言葉には誰も耳を傾けなかった。その時、後ろから誰かが俺の肩を軽く叩いた。山本課長。俺は部長に見つからないようにと課長を隠すようにして人事課を出た。あの、一体どうなっているんですか？課長、何かしました？私は何もしてないよ。彼女は肩をすくめる。水野くん、今日の夕方時間ある？少し付き合ってほしいところがあるんだけど。付き合ってほしいところ？うん。あなたに会いたいっていう人がいるの。奥歯に物が挟まったような言い方をする。しかし課長の頼みとあらば、俺に嫌はない。今日の退職手続きはしなくていいと言われ、一旦会社を出る。夕方に再び会社を訪れ、課長と共にタクシーに乗った。訪れた先は、俺には一生縁がないと思われる高級住宅街。タクシーはその中でも特に立派な豪邸の前で止まった。こっちだよ。大きな門を開け、課長は俺を中へと案内する。ここは？
私の祖父の家なの。そう説明されて、なるほど、と俺は妙に納得していた。山本課長は物腰は柔らかいし、動作も丁寧だ。きちんとしつけられ、大切に育てられてきたのだろうとは感じていた。家の中も壁から床からきれいに磨かれ、見たこともない調度品が並んでいた。広いリビングの先にいたのは、威厳に満ちた男性。彼の顔を見た瞬間、俺は驚きで足を止めた。課長、あの人はもしかして坂本議員ですか？俺は小声で確認する。そうよ。坂本大五郎、与党の幹事長まで務めた大物だ。これで全て納得がいく。俺の退職がいきなり取り消されたのも、市長の息子である部長がクビになったのも、強大な権力が働いたからだ。孫の理科を守ってくれたそうだな、礼を言う。坂本議員はゆっくりと口を開いた。俺は課長に促され彼の正面に座る。しばらく俺たちは無言で視線を合わせていた。正確には俺は緊張で声が出なかったのだ。やがて議員が再び語り始める。自身の立場も顧みず、不当に対して戦ったことは評価する。だが、勇気と万有を履き違えてはならん。今回のことも、理科が私に助けを求めなければどうなっていたと思う？議員の言うことはもっともだった。もし俺が会社をクビになっていたら、彼女を守る者はいない。課長が議員に助けを求めてくれたおかげで、俺の首はつながったのだ。自分の線量を指摘されて、俺はうつむくしかなかった。水野君は何も悪くない。私が部長の前で毅然とした態度をとっていれば、こんなことにはならなかったのよ。課長のフォローも虚しく響くだけだ。彼女から事の次第を聞いた議員は、自ら市長に連絡し、事態の収拾を図ったそうだ。市長にしてみれば、大物議員から感じる圧力は凄まじいものだっただろう。彼は息子をクビにすることで、今回の問題に幕を引こうとしたらしい。結局、俺は助けようとした人に助けられてしまったんですね。坂本議員は深くうなった。理科は政治を嫌い、この世界にいる私のことも嫌っている。理科が君を守るために私に頭を下げたのだ。それがどういうことかわかるかい？俺は返答に戸惑った。すると議員は小さく笑い、理科にとって君は随分と大切な人のようだ。その言葉に俺は顔が熱くなるのを感じていた。それから俺たちは三人で食卓を囲むことになった。食事中の会話はほとんどが議員の武勇伝だったが、その話題が突然課長に振られる。リーカ、お前も今回のことで政治の力がどんなものか分かっただろう。リーカならその力を正しく使える。今の時代は女性の力が必要なんだ。私の地盤を継いで選挙に出ろ。しかし、課長は明らかに服装だ。それなのに議員は勝手に選挙戦略まで立て始める。本人が望まないのに選挙に出てもいい結果は得られないのではないでしょうか。理科さんの意思を尊重してはいかがでしょう。俺は思わず口を挟む。その瞬間、今まで上機嫌だった議員が猛烈な怒りを俺にぶつけてきた。君には感謝しているが、この件に関しては部外者だ。私は理科と話しているのだよ。その迫力に気圧されそうになったが、俺は議員と相対した。理科さんはインテリアショップを開きたいという夢があるんです。ご家族ならそれを応援してあげてほしいと思います。課長がなぜ今の会社に就職したのか、以前に俺は聞いたことがある。幼い頃、課長の家には来客が多かったのだそうだ。今ならその理由もわかる。みんな議員の力を頼りにしたかったのだろう。彼らの中には
純粋に議員を慕う者もいれば、胸中を明かさぬように近づいてくる者もいる。彼に気に入られようと、孫娘である彼女に近づいてくる者もいた。そんな日々を送るうちに、彼女は人の顔色ばかり伺い、心中を探ることばかり考えるようになったのだそうだ。課長が不愛想な俺の心を的確に見透かしたのには、そんな背景があったのである。やがて、そういう自分にも嫌気がさし、彼女は部屋に閉じこもりがちになった。その当時の彼女の楽しみは、自分の部屋を気に入ったインテリアで飾りつけること。だから私も、たくさんの人の心を穏やかにしてあげられるようなインテリアショップを開きたいの。俺も援護射撃を行う。私からもお願いします。リカさんに昔のような苦しい思いをさせないでください。しかし、相手は大物議員。一筋縄ではいかなかった。君は誰のおかげで助かったと思っている。私の一言で全てを無に帰すこともできるのだぞ。俺は両手の拳を強く握る。それでも、私はリカさんに辛い思いはしてほしくありません。議員は呆れたようにため息をついた。なぜそこまでリカに肩入れするのだ。顔が再び熱くなる。俺は全てを打ち明けた。入社当時からずっと俺を助けてくれたこと。無口で、不愛想で、人から誤解されやすくて、悩んでいた俺の気持ちを救い上げてくれたこと。いつも自分より俺の気持ちを優先させてくれた優しい女性であること。そのすべてに惹かれたんです。だから全力で彼女を応援したい。そう思っています。議員は目を閉じ、俺の言葉を味わうように、ゆっくりとうなずきながら聞いていた。俺が話し終えると、山本課長に視線を移す。理科はどうなんだ？彼女は議員の目をまっすぐに見て答えた。水野君がそこまで言ってくれてすごく嬉しい。私はいつも人のことを気にしてばかりで自分の感情は後回し。そんな私にもっと自分を大切にしろって言われてる気がした。水野君と一緒ならどんな夢だって叶えられる気がする。課長は一呼吸を置いて議員に向かって断言する。私は必ず夢を叶える。だから議員にはならないわ。すると議員は満足そうに笑ってくれた。強くなったな。私の言葉にはいとしか返事しなかった理科が別人のようだ。これも彼のおかげか。議員はどことなく嬉しそうだ。かすかに笑い、そしてゆっくりと立ち上がる。もうわしの出る幕はないな。水野くん、これからも理科をよろしく頼むよ。はい。俺は背筋を伸ばして返事した。議員の家を後にし、俺たちはタクシーを探して二人で歩いていた。議員の前で自分の気持ちを赤裸々に語った俺に、もう怖いものなどない。黄昏時の柔らかい光の中で、俺は課長に向き直った。課長、いえ、リカさん、俺の気持ちはもうお分かりだと思います。俺はずっとあなたを応援していきたいんです。だから、俺と付き合ってください。彼女は頬を染めながらも小さくうなずく。ありがとう。すごく嬉しい。彼女は俺に手を差し出す。俺たちは手をつなぎ、しばらくそのまま歩き続けた。その後、俺は幸せの絶頂にあったのだが、一つだけ困ったことが起きた。あの日以来、俺はリカさん抜きで議員の家に呼ばれるようになったのだ。リカが政治家向きでないことは分かっていた。だが、わしには後継者がいなくてな。はあ。最初は何が言いたいのかわからなかった。議員は目を細めて笑う。リカがファーストレディーになれば、この上なく素晴らしい女性になるだろう。どうかね。どうかね、と言われましても、俺は口ごもる。わしは君の誠実さと度胸が気に入った。君はきっと大物になれる。これ以降、俺は
ずっと議員の誘いを受け続けることになる。しかし俺は理香さんの夢を応援すると決めている。木下部長との一件が解決したと思ったら、新たな権力と戦う日々が始まりそうだ。それでもなぜか俺は清々しい気分だった。なあ、そんなに嫌がらなくてもいいじゃん。俺の部屋で飲み直そうぜ。飲み会の帰り、会社の先輩が同僚にしつこく迫っている場面に遭遇した。先輩は無理やり彼女の腕を取り、タクシーに押し込もうとする。ちょっと、やめてください。同僚は本気で嫌がり、必死に抵抗するのだった。それを見た俺は、いても立ってもいられず、さっと駆け寄り、二人の間に割って入った。同僚を自分の背中に隠し、そのまま先輩をタクシーに押し込んだ。運転手さん、ドアをお願いします。そう声をかけると、男女間のトラブルに巻き込まれそうでヒヤヒヤしていた運転手は、待ってましたとばかりにドアを閉める。そしてまだ行き先も聞いていないのに勢いよく発進したのだ。小さくなっていくタクシーを見ながら、俺はふーっと安堵のため息をついた。それにしても、危ないところを助けてあげたんだから、お礼の一つぐらい言ってくれても良さそうだけどな。俺が彼女の方を伺うと、感謝するどころか、ツンケンした態度で足早に歩き去っていく。チェ、なんだよ、まったく。なんだか面白くない気分で帰宅したのだが、翌日の仕事を終えて帰ろうとすると、その同僚が、とんでもないことを提案してきたのだ。夜の残業、一緒にどう？俺の名前は、土野隆夫、28歳。三妻不動産に勤めるごく普通の会社員だ。と言っても、仕事に関しては普通以下かもしれない。お前さ、本当に仕事できないんだな。こんなに無能な男、今まで見たことないよ。以前に勤めていた会社では、毎日のように周囲から罵倒されていた。それがストレスで体調を崩してしまい、結局は退職することに。長らく休養していた俺が、一念発起して採用を勝ち取ったのが、三妻不動産だった。もう絶対に失敗はできないぞ。と意気込み、成果を出すべく、仕事に精を出す日々を送っている。だが、頑張ろうと思えば思うほど空回りしてしまい、やっぱり俺は仕事ができない人間なんだ。そう思って落ち込むことも多かった。土野さんまたですか？ほんといい加減にしてくださいよ。ミスを繰り返す俺のことをバッサリとぶった切るのは、同僚の島谷美也さん。俺より二つ年下だが、仕事はよくできる。とても美人なのだが、男嫌いなことで有名なミヤさんは、こんなどんくさい俺のことが目障りなようだ。よく邪険に扱われ、辛辣な態度を取られているのだった。おいおい、そんなこと言うなって。通知の君はまだうちの会社に入って日が浅いんだから。優しく教えてあげないと。そう言って間に入ってくれたのは先輩の多田さんだ。俺の一つ上の29歳。ミヤさんにきつい言葉を投げかけられている時にはよくフォローしてくれる。高学歴で仕事もできるし、うちの会社のエースと呼ばれている人だ。そんな余裕もあってか、男嫌いのミヤさんも多田さんにはにこやかな感じを見せる。多田さんはよくフォローをしてくれていた一方で、面倒なクレームや残業はこっそり俺に丸投げすることも。これってただいいように使われてるだけってことか。そう疑問に思うこともよくあった。そんなある日の飲み会の帰り、
多田さんがミヤさんにしつこく迫っている場面に遭遇した。なあ、そんなに嫌がらなくてもいいじゃん。俺の部屋で飲み直そうぜ。多田さんは無理やり彼女の腕を取り、タクシーに押し込もうとする。ちょっと、多田さん、やめてください。ミヤさんは本気で嫌がり、必死に抵抗するのだった。それを見た俺は、いても立ってもいられず、さっと駆け寄り、二人の間に割って入った。ミヤさんを自分の背中に隠し、そのまま多田さんをタクシーに押し込む。運転さん、ドアをお願いします。と声をかけると、男女間のトラブルに巻き込まれそうでヒヤヒヤしていた運転手は、待ってましたとばかりにドアを閉めた。そして行き先も聞いていないのに勢いよく発進していく。小さくなっていくタクシーを見ながら、俺はふーっと安堵のため息をついた。それにしても、危ないところを助けてあげたんだから、お礼の一つぐらい言ってくれても良さそうだけどな。俺がミヤさんの方を伺うと、感謝するどころか、ツンケンした態度で足早に歩き去ってしまう。チェ、なんだよ、まったく。なんだか面白くない気分で帰宅したのだが、彼女との邪魔をしたことで、多田さんからどんな仕打ちを受けるかって考えたら、翌朝出社するのが不安で仕方なかった。そんな俺の嫌な予感は見事的中し、多田さんは翌日から仕返しとばかりに俺をいびり始めたのだ。あ、歩く無能が恥ずかしげもなく出社してきたぞ。これまで可愛がってやったのに本当に恩知らずだよな。そう言って面倒な事務処理などを今まで以上に押し付けてくる。山積みのファイルを何とか片付けた俺が退社しようとすると、そこに声をかけてきたのはミヤさんだった。これから私と一緒に夜の残業どう？え？言われた意味がわからなくて戸惑っていると、彼女はいきなり謝罪する。昨日は助けてもらったのにごめんなさい。恥ずかしいところを見られちゃって。それであんな態度をとってしまって。焦って、いや、とか、その、なんて口ごもっていると、ミヤさんは俺のことを食事に誘ったのだ。助けてもらったお礼と、あんな態度をとってしまったお詫びに。そう言って、俺の腕を引っ張り、半ば強引に近くの居酒屋へ誘導した。さっき彼女が言った夜の残業とは、プライベートな時間に付き合え、という意味だったようだ。俺は動揺しっぱなし。多田さんには以前から言い寄られていたんですよね。昨日はやけに飲まされるなって思っていたら、酔わせて抵抗できなくする作戦だったみたいで。食事と酒を楽しみながらも、そう言って、顔をしかめて見せたミヤさん。そしてまっすぐに俺を見据えたかと思うと、急に深く頭を下げてこう言ったのだ。今まであんな態度をとってしまって本当に申し訳なく思っています。土野さんが誰よりも努力している人なのは分かっていたはずなのに。詳しく話を聞くと、彼女はその美貌ゆえ、男性から嫌な思いをさせられることが多かった。だから、舐められないようにって、無駄に言い寄られないように、わざとあんな態度を取ったりして。土野さんにも嫌な思いをさせてしまって、本当にごめんなさい。何度も何度も俺に謝罪してきてくれたミヤさんに、俺は、いやいや、と笑って首を横に振ってみせた。男だとかそういう前に自分が仕事できないのは分かっていたし、そのことを責められても仕方がないって思っていたから。むしろミヤさんぐらいきっぱり言ってくれた方が、心の中でできないやつだなって蔑まれるより良かったですよ。そんな風に言った俺のことを、彼女は呆れたように見て笑った。土野さんったら、ほんと
どこまでお人よしなんだか。そんなことだから多田さんみたいな人につけ込まれちゃうんですよ。なんと、ミヤさんは、多田さんが俺に面倒な仕事をこっそり押し付けているのを見抜いていたのだ。俺たちはこの一件ですっかりと打ち解け、そしてよく飲みに行ったりする仲になった。その後も多田さんからの嫌がらせは続いているが、最近ではあまり気にならなくなっている。ミヤさんと仕事終わりに飲みに行ったりして、俺の気持ちを分かってくれる人がいるのが一番大きい理由だと思う。彼女はあれこれ仕事のアドバイスをくれたりするようになっていて、最近では俺のミスや空回りも確実に減っている。順調に成績が上がっているのはミヤさんのおかげだと本当に感謝の気持ちでいっぱいだ。よく一緒にランチをしたりするようにもなっており、以前と比べて格段に仕事が楽しくなっていた。一つ気になるのは、そんな順風満帆な俺のことをじっとりと睨む多田さんの目。稚拙な多田さんの嫌がらせなんて気にする素振りもなく、ミヤさんと楽しそうにしている俺のことがとにかく疎ましいのだろう。そんな身勝手な逆恨みなんて放っておけばいいのよ、と彼女は言うが、いつかとんでもないことをされそうで不安な気持ちもある。今のところミヤさんとは友達以上恋人未満って関係止まり。どうにかしてここからもう一歩先に進みたいという気持ちはあるが、恋愛関係のなさからどうしても思い切って行動に移すことができずにいる。そんなある日、ミヤさんが昼休みに会社の倉庫を整理していると、そこに入ってきたのは多田さんだった。何も言わずにドアの鍵を閉め、なあ、あんな冴えない奴より俺の方がずっといいだろ。もう乗り換えちまえよ。そう言って、じりじりと迫ってくる多田さんの表情に、やばいものを感じ、彼女は叫び声を上げた。近寄らないでください。誰か、助けて。だが、倉庫はオフィスから離れた場所にあるため、誰にも声が届かない。多田はそれを狙っていたのだろう。壁際にミヤさんを追い詰め、手首をがっちり掴んだ。いた!と漏らした彼女が、空いている片手で必死に取り出したスマホも、多田が叩き落としてしまう。その時、ドアをどんどん叩く音と、ミヤさんを呼ぶ声が聞こえてきた。ミヤさん、この中にいるの?大丈夫ですか?それは俺の声だった。彼女はここぞとばかりに大声を張り上げ、俺に助けを求める。土野さん、助けて。多田さんが中から鍵をかけて、私に迫ってきて。ミヤさんは涙声で俺にそう訴えた。気丈な彼女が泣き出すほど恐怖心を感じているのだ、と俺は憤った。俺はすぐさま同僚に電話し、倉庫の鍵を持ってきてと頼んだのだ。あと、警察に通報も、と付け加えるのも忘れない。その上で、倉庫の中にいる多田に大声を張り上げた。今すぐ倉庫の鍵を開けてやるから、覚悟して待ってろよ。警察もすぐに到着するだろうから、よく考えておくんだな。そこに、バタバタと同僚数人が駆けつけてくれ、俺は鍵を受け取るのももどかしく、震える手で、ようやく倉庫のドアを開けることができた。すると、ミヤさんが、泣きながら飛び出し、俺に抱きついた。怖かった。本当に怖かったの。俺にすがって泣く彼女をなだめ、そばで心配そうに見ていた女性社員に一旦お願いした。あんた、本当に最低だな。俺はこれほどの怒りを誰かに抱いたことはない。怒りでギラギラと燃えたぎるような目を多田に向け、
ゆっくりと近づくと、やつは焦って後ずさった。いや、気分が悪そうだったから、解放してやろうとしただけだよ。な、そうだろ?そう問いかけられたミヤさんは、涙を拭いて、きっぱりと答えた。解放するのに、鍵をかける必要や、私のスマホを叩き落とす必要がありますか?私は襲われそうになりましたし、警察に対してもそう証言します。タダにつかまれた手首は青くあざになっており、やつがどれだけ荒々しく彼女をどう扱ったかが見て取れる。俺はどうにも感情が抑えられなくなり、タダを一発目一杯の力で殴ってやった。やつが倒れ込んだところに警察が到着した。おい、俺を殴ったことは無視かよ。あいつも逮捕しろよ。そうわめくタダの言い分なんて完全無視して、詳しい話は署で聞くから、警察官二人に連行されていった。それにしても、間一髪のところで駆けつけることができて、本当によかった。怖い思いをさせちゃって、ごめんな。そう言って、ミヤさんの頭を撫でた俺のことを、彼女は不思議そうに見上げる。どうして私の居場所が?その日も一緒にランチをする約束をしていたのに、時間になっても現れないことから不審に思った俺が、同僚にミヤさんの今日の予定を聞いたってわけ。それで倉庫の方に行ってみると、彼女の悲鳴が聞こえて青ざめてしまったのだ。周りに人がいないところで、ミヤさんを襲おうという意思があったことを、タダは警察にあっさりと白状した。それから警察に逮捕され、当然会社も解雇された。やつをぶん殴ったことが罪に問われるのでは、とハラハラしていたが、なぜかそこはおとがめなしで、ほっと一安心した。タダは、初犯ということから不起訴処分になったが、自分のやらかした一件ですっかりエリートコースを外れたことを悔やみすぎて、メンタルが崩壊したようだ。家族により今では地方の精神病院に強制入院させられているんだって。ただの事件が近所で噂になってしまい、家族も引っ越しを余儀なくされたみたいだ。今回のことがトラウマになってしまったミヤさんは、しばらく休職することに。俺はよく彼女の部屋にお見舞いへ行っているが、ドアのところでしばらく喋るだけだった。それまで以上に男に対して恐怖心を抱いてしまったミヤさんのことを、もう絶対に怖がらせたくなかったから。どれだけ時間がかかってもいい。彼女が俺のことを、そして男性のことをまた信用してくれるまで気長に待つつもりだ。それから3ヶ月ほど経ったある日、ミヤさんがおずおずと、よかったら中にどうぞ、と俺を招き入れてくれた。体調も精神的にもかなり良くなってきたし、そろそろ仕事復帰しようと思って。そんな彼女の言葉に、俺が、本当に?と喜んだ瞬間、さらに驚くべきことが告げられた。よかったら私と付き合ってもらえませんか?あまりの衝撃に、なんて言っていいかわからずに固まっていると、さらにミヤさんが畳みかけてくる。相変わらず、男性不信で、っていうか、さらにひどくなった気がするけど、それでも土野さんだけは違うと思うから。そう言って、俺の顔をうかがうようにした彼女に、俺はにっこりと笑って右手を差し出した。これからよろしくお願いします。本当はぎゅっと抱きしめたいぐらいだったけど、そんなことをして
またミヤさんを怖がらせてしまったら困る。彼女は恐る恐る俺の右手を握り、よかった、とまた涙をこぼした。それから俺たちは晴れて恋人同士になり、順調に交際を続けている。ミヤさんにいろいろと仕事を教えてもらったり、アドバイスをしてもらったおかげで、今ではきちんと戦力として活躍できている俺。これからは彼女を支えながら二人で幸せをつかみたい。そう思っている。無能な男を押し付けられる私の身にもなってみなさいよ。あんたなんかが相手なんだし、ちょっとぐらいの息抜きでもないとやってらんないっつーの。親に決められた婚約者とはいえど、将来を約束し合い、交際を続けてきた相手でもある。そんな彼女の裏切りには、正直言ってショックを受けた。今回だけの過ちにしてくれるって約束してくれるか。それに、一言だけでも謝ってくれれば、なかったことにしてもいいけど。そう言って、俺は、自分の中で最大限の歩み寄りを見せて。俺の名前は村松秀明、27歳、不動産会社に勤めている。つい数年前までは父が社長である大手企業の村松グループに勤めていた。今勤めている不動産会社の社長令嬢であり、次期後継者である中川真紀恵との政略結婚が決定。彼女を将来支える役割を担うため転職することに。だが転職してから俺は大きな仕事や派手な仕事を担当したことがない。率先して地味な仕事や雑用ばかりしていた。そのため目に見える成果がないのも当たり前。そんな俺のことを周囲がバカにしているのは知っている。なんだ、ただ生まれが良いだけのボンボンじゃん。持って生まれたものは家柄だけで実力が伴わないってアホあれじゃね。陰で散々言っていたのは同僚たちだけではない。婚約者である牧江は面と向かって俺のことをバカにしてくるのだ。ねえ、聞いてよ。あんな男と結婚しなきゃいけないなんてかわいそうって同僚に言われたのよ。まるで俺の反応を確かめるかのようにニヤニヤ笑いながらそんなことを言ってくる。だが何を言われても俺が怒ることはない。どんな暴言も苦笑いしつつ受け入れてきた。感情の起伏が激しくプライドの高い彼女との交際は大変だったが、常に俺が低姿勢でいることで、まあなんとかうまくやっていた。しかしある日、俺は社内で部下と浮気している牧江の姿を目撃してしまう。おい、あれはどういうことだよ。さすがに社内で、しかも部下と浮気だなんてまずくないか。それは俺が初めて彼女に対して厳しい口調で問い詰めた瞬間でもある。だが牧江は悪びれる様子もなく、むしろ逆ギレしてきたのだ。無能な男を押し付けられる私の身にもなってみなさいよ。あんたなんかが相手なんだし、ちょっとぐらいの息抜きでもないとやってらんないっつーの。親に決められた婚約者とはいえど、将来を約束し合い、交際を続けてきた相手でもある。そんな彼女の裏切りには正直ショックを受けた。今回だけの過ちにしてくれるって約束してくれるか。それに一言だけでも謝ってくれればなかったことにしてもいいけど。これが自分の中で最大限見せた歩み寄りだった。だが反省して謝るなんて彼女には到底ありえないらしい。ふん、なんで私が謝らなきゃいけないのよ。何も悪いことなんてしてないんだから。そう言って、牧江は断固拒否。完全な喧嘩へと
発展していくことに。数日後、俺は自分の父と蒔絵の父親である社長から呼び出された。社長室に入ると二人は苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。まず口を開いたのは彼女の父親だ。話は蒔絵から聞いたよ。まったく、なんでこんなことに。俺はそれが自分の娘を責める言葉だと思っていた。だが自分の父親がその重い口を開いた瞬間、とんでもない勘違いをしていたことに気づいたのだ。浮気の一回や二回で騒ぎ立てるなんてみっともない。さっさと蒔絵さんに謝って元さやに戻るんだな。そう言われて、しばらく理解が追いつかずに、は？と言ったまま固まっていた。世間一般常識では浮気をする方が悪いと思う。だがここではなぜかそれを責めた俺の方が悪くなっている。俺は蒔絵が悪いことをしても責める権利すらなく、むしろ立場をわきまえていないことに謝罪しなければならないほどの人間だったのかと愕然としてしまう。私にも人としてのプライドぐらいあります。何も悪いことをしたという自覚はありませんし、謝罪もしません。父と社長を見据えてきっぱりと言い切った。すると二人は顔を見合わせて、何やら小声で言葉を交わした。その上で俺に婚約の凍結を告げ、さらには地方支社への左遷を命じたのだ。それからほどなくしてうちの地方支社、通称訳あり廃棄支社に降り立った俺。ここには何らかの理由で左遷された社員たちが集まっており、全体の雰囲気は最悪だった。そんな地方支社の中でも俺はさらに異例の存在として周囲から距離を置かれている。社長令嬢であり次期社長の蒔絵、その婚約者がこんなところに左遷されたのだ。周囲の反応としては当然と言えるだろう。物珍しそうに俺のことを見ているくせに関わりたくはないようだ。誰も絡んでこなくても無理はなかった。もう何もかもやる気を失っていた俺には意外とちょうどいい環境でもある。だがそんな中でも必死に俺に話しかけ、仕事を積極的に教えようとする存在が一人だけいた。それが部長の宇野さよ子さんだ。宇野部長は陰気な地方支社の空気に抗うように明るく前向きに振る舞い、俺だけでなく他の社員も積極的に鼓舞しようとしている。そんな部長のことを最初は鬱陶しく思っていた俺だったが、そのまっすぐな姿勢に少しずつ心を動かされていくように。ねえ村松さん、よかったら今日の仕事帰りに飲みに行きませんか？親睦を深めたいと思って他の人たちも誘ったんですけど、みんな都合が悪いみたいで、私と二人でもよかったら。そんな誘いに俺はあっさりとうなずく。ええ、別にいいですけど。断られると思っていたのか、え、本当に？と驚きつつも嬉しそうにしていた。俺は部長に聞きたいと思っていたことがあったし、むしろ二人きりでちょうどいいと思っていたから。普段の宇野部長の仕事ぶりを見ていると、この地方支社には似つかわしくないぐらい優秀なことがわかる。いくら地方支社とはいえ、30代半ばで部長職を務めていることからも、上層部から力を認められているのだろう。その美しさを鼻にかけるようなこともなく、性格もすこぶる良い。そんな宇野部長がどうしてこんな場所でくすぶっているのだろう。その理由を聞きたかったのだ。失礼なことは承知でお伺いしますけど、どうしてこんなところで働いているんですか？部長なら本社でも十分通用すると思うのに。俺が直球でそう尋ねると、
ずいぶんストレートに聞いてくるわね。と苦笑いする。宇野部長は俺が入社してくる前まで本社でバリバリ活躍していたようだ。何の前触れもなく、いきなり社長に地方で経験を積んでこいって放り出されたのよ。それからかなり経つけど、全く音沙汰ないし、何が何やら。何かやらかしたわけでもなく、なぜ死者送りにされたかわからない、と肩をすくめてみせた部長。そんな納得いかないことをされて、よく今まで我慢してましたね。うちを辞めて他の会社に移るという選択肢はなかったのですか？そんな俺の質問に、宇野部長はにっこり笑う。実は私の父がこの会社に長年勤めていたの。だけど出世間近ってところで病気にかかって他界してしまったんだけど。入れ替わるように入社した宇野部長の活躍を父親はかなり楽しみにしていたとのこと。お見舞いに行くたびに、頑張ってるかって聞いてきてね。いつかお前と一緒に働くのが夢だから、頑張って早く退院するぞって最後まで言ってたのよ。見ると部長の目には涙が浮かんでいる。だから父のためにもこの会社で活躍するという夢を諦めたくないの。それに今支社にいるみんなにも夢を諦めてほしくないのよ。女神のような笑顔を見せてくれた宇野部長を見て、俺はそのひたむきな強さに感動していた。誰かのために尽くしたいと思ったのも初めてだった。これまでずっと隠してきた力を今こそ使う時だとも。本社が無視できないほどの結果をここで上げて、必ず部長を本社に押し上げてやる。それから少しして、俺は宇野部長にとあるプロジェクト案を提示することに。人口流出に伴い、空きが出ている不動産や土地を再活用し、海外企業の工場等を誘致しませんか？俺が提出した企画書に部長は早速目を通してくれている。すごく面白い案だね。でも海外と交渉する人材を含めて全体的な人手が不足しているのが問題だけど。そこを指摘されるのは想定済みだ。俺はいたずらっぽく人差し指を横に振ってみせた。人材ならきちんと揃ってるじゃないですか。このプロジェクトに必要な優秀な人材がここに揃っているのは調べがついている。ただみんな何らかの事情でこの地方支社に送られ、日の目を見ずにくすぶっているってだけ。そのことを告げると宇野部長は、君一体何者なの？と目を丸くした。俺はそれにこう答える。ただの無能なボンボンですよ。そこから宇野部長主導で俺がサポートという形を取り、プロジェクトがスタート。上層部に気に入られている部長がうまく許可を取り付けてくれたのだ。宇野部長の人柄とモチベーターとしての能力、そして俺の大胆な計画性と発想がうまく噛み合った感じだ。あなたにこの大役を任せたいの。やってくれるわよね。部長はやる気を失っていた周囲を一人、また一人と巻き込んで、計画は大きくなっていく。この訳あり支社には、複数の言語が話せる社員など、能力自体は高い社員が多いため、それらの人材をうまく活用して、業績を伸ばしていった。プロジェクトが順調に進む中で、支社の雰囲気も一変。これまで諦めムードが漂っていた社員たちも、大きな責任を与えられ、再びやる気を取り戻していった。俺たちのやる気に押されるように、プロジェクトは急速に進展し、支社の業績は本社に迫るものにまで成長しつつある。プロジェクトで時間を共にする中で、俺は宇野部長との信頼関係を深めていった。今度は私が聞きたいわ。そんな高い能力を有しているのに、どうして今まで無能なふりをしていたの？ある日、部長からそう尋ねられた俺は、ようやく本当のことを話す時が来た、と決意した。大手企業の社長の四男として生まれたこと。年功序列制の強い家柄で、兄たちより出来がいいところを見せてはいけなかったことを打ち明ける。
そして戦略の一環として転職してきたこの会社で、次期社長の牧江より優秀なところを見せれば、将来お家騒動になる可能性があるからと、あえて無能を演じさせられたことを告げる。そして浮気の件もすべて隠さずに打ち明けたのだ。そう、本当に大変な思いをしてきたのね。一人で辛かったでしょ。宇野部長は驚きつつも、俺の今までの苦労を察し、優しく慰めてくれた。最初こそ部長のひたむきな姿勢に惹かれ、上司として尊敬する気持ちが強かった。しかし最近では間近で宇野部長に接し、女性として好意を抱くようになっていた。そんな折、俺は部長の様子がおかしいことに気づいた。何かありました？そう尋ねると、宇野部長は少し迷いつつも、今回の業績が評価され、本社への復帰の話があったことを打ち明けてくれた。俺は一瞬寂しさを感じたものの、よかったじゃないですか、と部長の願いが叶ったことを喜ぶ。しかし、それでもなお、宇野部長の表情は浮かない。そして、ポロポロと泣き出したのだ。どうしたんですか？理由を尋ねると、なんと本社への転属を蹴ったというのだ。詳しく事情を尋ねると、社長から本社復帰と同時に愛人契約を持ちかけられたことを明かした。前回聞かれた時は言ってなかったんだけど。そう言って衝撃の事実を打ち明けた。なんと前回左遷された時も全く同じ理由だったのだという。今回も断ったらもう本社には戻すのは無理だぞ、そう脅しをかけられたが、どうしても受け入れられなかった、そう言って泣き崩れる宇野部長。いつか社長が改心してくれることを思って今まで頑張ってきたんだけど、そう言って涙が止まらない様子の部長を前に、俺も気がつけば泣いていた。私のために泣いてくれるなんて優しいのね。宇野部長の心境をおもんぱかって涙を流す俺に、部長は感動してくれたようだ。それから数週間後、この支社に牧江がやってきたのだ。ここでの宇野部長の仕事を私が引き継ぐことになったの。部長は他の支社に転勤が決まったわ。牧江は俺の本当の実力について父親から伝えられたのか、以前とは態度が全く違う。今度はあなたが私をサポートしてくれる？ここでの仕事についていろいろと教えてね。そんな控えめな様子で俺に力を貸すようにお願いしてきたのだ。婚約の話も元通りってことで。上目遣いで俺を見てくる彼女は、オフィスで他の人たちの目があるというのに、静かに近づいてきて腕を組もうとした。だが、俺はすっと身を引き、冷たくこう告げた。ここであなたのサポートはできません。婚約の件もきっぱりお断りします。そんな俺の言葉に、牧江は激怒。私に逆らえば、会社にも実家にも居場所はなくなるわよ。それでもいいって言うの？脅すようにそう言ってきたが、俺がひるむことはない。俺がサポートするのは宇野部長を置いて他にいない。部長がいるところが俺の働き場所であり居場所なんだ。そんな俺の言葉に、牧江は宇野部長をきっと睨む。こんなおばさんのどこが？そうつぶやいた牧江。女性としても社会人としても宇野部長の方が何倍も優秀で魅力的だ。俺の好きな人をバカにしないでもらいたい。その言葉に周囲の人たちからヒューヒューと歓声が上がる。それを聞いていた宇野部長は顔を真っ赤にしていた。そして宇野部長は転勤の命令を断り、会社を辞めることを決意。こんな七つも上のおばさんで本当にいいのかな。よかったら私についてきてほしいんだけど。自信なさげな彼女の腕を引き寄せ、俺はにっこりと笑う。俺の好きな人を自分から悪く言わないでください。
あなたとならどこへでも行きますよ。そう言って、俺がぎゅっと部長を抱きしめると、周囲の歓声はさらに盛り上がっている。辞めると決めた以上、もう何も躊躇することなんてなかった。それを見ていた蒔絵は、ただただ呆然としていた。そして、俺と小夜子さんは会社を辞めた後、少し前からオファーが来ていた別の企業に転職することに。子会社の経営を任され、そこには以前地方支社で活躍していた社員たちが集まってきた。蒔絵の能力は決して低いわけではなかったが、実務においても人身把握能力に関しても、俺や小夜子さんのコンビの足元にも及びはしない。蒔絵を見限った社員たちは以前のやりがいのある場所を求め、俺たちの元にやってきたのだ。俺たちを引き抜いたライバル会社の成長とともに、以前勤めていた会社は衰退の一途をたどることに。もはやライバルとは言えないだろう。今度は俺が縁を切られた実家である大手企業村松グループとの戦いが待っている。ただ小夜子さんと一緒ならば俺は誰にも負ける気はしない。実家の大企業に打ち勝つという俺の目標を新しい自分の目標だと言ってくれている小夜子さん。そんな彼女と共に、俺の新しい戦いが始まるのだ。